二代目江川マストーンは、日本の曲芸師、競和雑誌である。初代についてはほとんど知られていない。江川の玉乗りで知られる。本名坂与三郎。陸芸神、戯れ神のモデルとされる。1910年2月12日、東京府東京市浅草区中町に、初代空中圏マストーンの長男として生まれる。江川の玉乗りは、1884年に、 区画整理により東京の浅草公園ロックに見せ物小屋等が成立し始めた頃から関東大震災までの期間、上内小屋大森館で工業が行われた曲芸の一座で幕末からのキャリアを持つ工業師江川作造がこれを率いた。後の二代目江川マストンは初代マストンの下で1917年江川茶目の名で舞台に上がっている。 同時期にの木を隔てた向こう側には、第一強制館があり、青木はじめ座が、青木の玉塗りの工業を行い、競い合っていた。江川の玉塗りは小屋での見せ物であり、大道芸ではなく、したがって、江川は、大道芸人ではない。1920年には、江川正真ストーンに解消する。1923年9月1日、関東大震災が起き、 浅草の工業街が壊滅し、江川一座は浅草の城口小屋を失う。1955年5月31日、初代が死去、二代目江川マストンを襲名する。70代となった1980年代には、日本の曲芸の公演で、国立演芸場の舞台に3度立ったほか、テレビ番組、通会なり雪番組風雲、竹市場にも出演していた。 1998年9月6日、死去した。満88歳没。2日後の同年9月8日、水道橋博士がダンカンから不法を知らされた旨をブログで記している。没後の2002年11月20日、DVD ビデオグラム、昭和名人芸大前、人芸、奇芸、びっくり芸4日目が発売され、江川の玉乗り芸が収録されている。2010年には、 プラネット映画資料図書館が、大正時代に制作された短編ドキュメンタリー映画、元祖大曲り系連鎖東京江川巡業部を発掘、東京国立近代美術館、フィルムセンターと共同で復元し、同年5月にフィルムセンター、翌2011年3月には、第3回エビス映像祭、同年4月には、神戸映画資料館で、それぞれ上映されている。 日本芸術文化振興会による主な舞台公演の出演記録である。ありがとうございます。